なんか作るから。こんだけ頑張ってるからね。割の作業みたいなのがあって、あとは国内の方はこう、なんかに影響ないと信じたいわ。めっちゃうまそうなんやけど、このジェノベーゼソースは濃いんじゃないか。また後で食べるから、まあこれぐらいで。色合いのコントラストとかもあるから、まあこんな感じでエビとか、この状態のこういう身が乾燥して、その後こういうのになって、でそれをこうなった、それでこうなった。はい、パスタジェノベーゼ、パスタジェノベーゼ、ジェノバ風とかでもない。